おいすーきのんです。今回はオート操作の人が手動操作になるためにということで、徐々に手動操作ができるようになるステップをご紹介します。今回の目標は拠点戦や黒い太陽で手動操作ができるようになること。これを目的とし、闘技場は含まずでいきましょう。で、これできるようになれば、拠点戦でのゾンビアタック、黒い太陽でのキルとか、あととっさの逃げとか、そういうのができるようになりますので、まあ、より黒い砂漠モバイルが楽しめるようになるんじゃないかなと思います。それでは早速、行ってみよう。今回の流れの紹介です。適切な設定をする、スキルの効果を学ぶ、スキル設定を組む、回避プラスダッシュスキルプラス回避を学ぶ、遠距離から攻撃するを学ぶ、コンボを学ぶという流れとなっております。まずは設定をしていきましょう。右上のメニューボタンから設定を押していただいて、ゲームってところを押してみてください。そうするとこういうような画面となると思うんですけども、まずゲームタブのところから、左側打撃効果表示、これは PVP 時はオンにしてください。敵のね、攻撃とかが見えるようになります。あとは、仮想パッドっていうところ。これ、フローと固定っていうのがあるんですけど、好みでいいです。僕は固定の方が好きなんで、固定にしてます。で、あとは、スキルっていうところ。スキルの予約仕様っていうのは、これ、オンでもオフでもどちらでもいいんですけども、格ゲーで言うところの予約入力っていうやつに当たります。これ、オンにすると、まあ、予約入力ができるんですけども、誤動作の、原因となるので、まあ、オフでもいいです。オン、オフ、どちらでもいいんですけど、ケロフィマはオフをやっているというところ。続いて、便利。こちらの方が大事ですね。自動使用の HP ポーション。これは、拠点戦中とかもちろん、まあ、知ってると思うんですけど、90% でと、よろしくお願いします。で、あとは、この辺ですかね、目標ロックってところ、本当に大事で、まあ、これ、オン、オン、100。これが基本というところで紹介したいと思うんですけども、まあ、中には、目標方向視点をオフにして自分で視点を動かすっていうプレイヤーもいるんですけども、まあ、高度な技術になってくるので、基本的にはオンオン100がいいんじゃないかなと思います。こうすると、ターゲットした敵に対してすぐ、カメラの速度がなんですけど、これは。まあ、すぐ切り替えて向いてくれるっていうことでいいと思います。で、あとターゲット設定。PVP の時はもちろん冒険者してください。ラモー戦場の時はモンスター優先の方がいいかもしれません。これちょっと覚えておきましょう。まあ、冒険者でよろしくお願いします。あとはショートカット。これ、一般モード A、一般モード B、戦闘モードっていうところで、スキルの押しやすさみたいなところが変わってくると思いますので、まあ、これ、推奨するものは特にないので、自分に合ったものを選んでみてください。あとは、ノックスだとか、ゲームパッド使ってるよって人は、しっかりその辺のね、キー入力の設定はしてみてください。グラフィック等々は、個々にお任せしますので、PVP の設定はこんな感じ。次ね、スキルの効果、大事なんで学んでいきましょう。よく耳に聞く、スーパーアーマー、無敵前方ガード、これの違い分かりますかと。スーパーアーマーは状態異常効果は食らわないけどダメージは食らうという状態、無敵は状態異常効果もダメージも何も食らわないよという状態、前方ガードは前方から受ける攻撃のみ、状態異常効果とダメージは受けないよというような状態。横からとか後ろからの攻撃は食らうっていうようなことですね。この効果は覚えておきたい。プラス硬直とか、気絶とかノックバックとか、あとは浮かすとか、そういうバウンドとか、そういったものありますけども、数が多くて分かりづらいと思いますので、ざっくり教えると、硬直、気絶、ノックバック、転倒、これだけだと思ってくれても全然 OK です。で、気絶と氷結っていうのは一緒、同じような扱いになります。また転倒系の中には浮かす、バウンド、ノックダウン等があるんですが、状態異常効果は繋がらないので、同じ系統のものと思っておいて全然 OK です。これを覚えれば次のスキルセットも組みやすくなります。次はスキルセット組んでいきます。で、スキルセットってのはぶっちゃけ慣れない人が自分で組むよりも、誰かのやつをパクって自分なりにアレンジした方が絶対にいいと思います。それはちょっと念頭に置いてほしいんですけども、スキルセットを組む上で大事なのは、よく押すスキルを一番上側のパレットに置く。で、あまり使わないようなとか、コンボの最後の方の締めとかに使うようなスキルは2個目に置くというような流れでなんか作ったりとかするんですよね。例えばよく使うスキルっていうのは、敵に対して突進するスキルだったりとか、あとはめちゃめちゃ逃げることができるスキルだったりとか、あとは前方ガードのスキル、無敵のスキル、そういったものをよく使うと思います。それは1個目のパレットにあった方がいいです。で、そうやって組んだものが、バーサーカーの場合はこちらとなります。で、思ったことが一つあると思うんですけども、同じスキルが
2つ入っています。ショルダーアタックっていうスキルなんですけども、これはめちゃめちゃよく使うスキルなので、上のスキルパレットと下のスキルパレットどっちにも入ってるっていうことなんですね。まあこういったパターンも全然ありですよということです。で、良くないのがダメージを伸ばすためにスーパーアーマーじゃないスキルを入れるというもの。これ一番最初から例えば言ってしまうと、ルースレススマッシュってスキルダメージ伸びるんですけども、コンボのダメージが、これやるとおそらくですけど誤動作で転倒してしまうと思うんですよね。そう、今の時代ってスーパーアーマーのスキルがめちゃめちゃ多い時代なので、普通にやってればスーパーアーマー時間がずっと続いて転倒することってないんですよ。ないんですけども、まあ、例えばこういうスーパーアーマーじゃないやつを入れてしまうと転倒する原因となってしまうっていうことなんですね。まあ例外はもちろんあります。ディスペアアーツ、ダークネスのディスペアアーツとかは、あれは本当に入れなきゃダメージがガッツリ下がってしまうので、あれは絶対入れるとかっていうのはあるんですけども、まあ基本的には入れない方向で考えて組んでみるといいかもしれません。あとはスキルセットを組んだ後に、まあ自分でちょっと使ってみて押しやすいかっていうとこだけ確認してみてください。例えばですが、自分は操作的に左下から左上に押していく操作よりも右上から左下に押していく操作が慣れているよという場合だったら、真似たスキルセットからアレンジして、まあこんな風に逆側に組んでもらってもいいんじゃないかなと思います。ここからは実践的な内容を学んでいきましょう。で、ぶっちゃけるんですけども、コンボよりもこれから学ぶ2つ、これがめっちゃ大事だと思ってます。正味この2つさえできればあとはオートに任しちゃってもいいんじゃないかなって思ってるぐらいなんで、まあちょっと学んでいきましょう。で、めっちゃ簡単です。回避プラスダッシュスキルプラス回避を学ぶってことなんですけども、キャラクターを素早く移動させる手段として回避、ダッシュスキル、回避っていうのがあります。実際にやってみると、回避、ダッシュスキル、回避、これで、移動完了ということです。通常普通のようにこういう風に移動してると、まあ、この移動期間は、スーパーマ状態でもないので普通に敵からダメージを受けてしまいます。ただ回避、ダッシュスキル、回避という移動方法をすれば、この間は無敵とスーパーアーマーが続いているので、敵から、ダメージ受けたとしても、転倒することはなく通過することができるっていうことなんですね。また、キャラクターによっては、ダッシュ系のスキルが多い場合もありますので、バーサーカーの場合は、回避、ダッシュスキル、回避、狂気の突進という風にすれば、めちゃめちゃ長い間をスーパーアーマーの状態で移動することができると。これ各職業スキルが違いますので、自分で言うと何のスキルかなっていうのを見て練習してみるといいと思います。次は遠距離から攻撃するを学びましょう。で、これは、まあ、職業によってはもちろんね、遠距離のスキルがないっていう場合がありますので、まあ、それはドンマイです。ドンマイです。で、まあ、遠距離スキルどこのスキルセットに組むかとかは、まあ、自分がね、真似たスキルセット通りの感じでいいと思いますので、まあ、そこでやっていただくと。で、何を学ぶかっていうと距離感ですね。距離感をとにかく学びましょう。まあ、距離感すごい、まあ、全スキルの距離感を学ぶのは大事なんですけども、遠距離だけ知ってるだけでも全然変わってくるので、まずは遠距離からということです。例えば、メテオの射程とかだと、ここにね、イタチちゃんがいますけど、イタチちゃんはだいたいこの距離から攻撃当てることができます。メテオ打ってます。はい。当たって、死にましたね。こんな感じで、遠距離から攻撃することを、まず射程を学びます。そうすると、じゃ射程は分かりましたということであれば、じゃコンボしたくなりますよね。ちょっとしたコンボ、ちょっとした遠距離のコンボしましょう。アークマジシャンであれば、ラーバオーシャンというスキルがありますので、ラーバオーシャンを打ってからメテを打つ。というような感じで、こういったコンボができます。まあ、なんかモンスターがね、最速で死んじゃったんで、変なとこ飛びましたけど、まずは射程を学ぶ、そして押す順番を学ぶという感じでやっていきます。次、遠距離スキルを打った後に、逃げるべきなのか、それとも、そのまま遠距離攻撃できるのかっていう判断をできるようにします。例えば、敵がいて、なんか、強そうな敵、ダメージ、やばそうってなったら、まあ、回避でも、こうもね、こう逃げてもらってもいいんで、まあそういう判断ができるようにする。慣れないうちは極力スーパーアーマーじゃないスキルは使わないべきだと思うんですが、例えば新生物とか殴ってる時に、
まあファイアボールちょっと入れたいんだよねとかいう場合であったら、もちろんこういうスーパーアーマーじゃないスキルを入れてもらってもいいと思うんですけども、もちろん遠距離スキルの中にはスーパーアーマーがついていない、まあシャイのドッカンっぽいだとかあの辺ついてないですよねっていうのがあると思うんですけども、その時はまあ安全を確認してから使ってください。敵がいたらもうほんとすぐ逃げるっていうような感じですよね。そういった感じでトライしてみましょう。で、最後、コンボを学ぶっていうことなんですが、これは、ま、ぶっちゃけ、自分が戦闘力高いよっていう状況であれば、コンボ学ぶ必要はそんなにないかなと、オートに任せちゃっても全然いいんですけども、より黒い砂漠モバイルを楽しむということであれば、コンボもできるようになった方がいいんじゃないかなと思います。で、その学び方なんですけども、ぶっちゃけ動画見た方が早いです。例えば、アークマジシャンであれば、フロスト打って、霜柱打って、ファイブを打って、で、ラーバオーシャンして、メテオしてっていうコンボがあるんですけども、まあ、スキルを押すだけ、流れるようにスキルを押すだけなんですけども、これが難しかったりするので、まあ、ひたすらその指の動きを練習するみたいなところですね。まあ、これやってると結構楽しいと思うんで、まあ、時間がある時に学んでみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、いかがでしたでしょうか？個人的には1から5学べば正直十分じゃないかなと思います。ギルド所属してる人多いと思うんですが、4、5ができるようになれば、あとオートでプレイしてるだけでも、ギルド的にはめちゃめちゃ貢献してくれる人っていう認識になると思いますので、ぜひトライしてみてください。それでは終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は火曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。